こんにちは、エレナです。私は今2泊3日の出張に来ているんですけれども、今日は2泊目のホテルに今ただいま着いたところなんですが、今日はですね、皆様からちょっと聞かれていたあのバッグの中身、スーツケースの中身を紹介したいと思います。私が使っているのは、リモワの、白いリモワなんですけど、だいたい2泊3日だと、仕事の道具とかもあるので、だいたいこのぐらいの感じなんですけど、ちょっと中をお見せしたいと思います。初公開です。ちょっと恥ずかしい。そんな綺麗にしてるかな。はい、こんな感じで、開けるとこんな状態になっています。そしてちょっと一個ずつ紹介しますね。これはね、パソコンとあと移動中に読む本だったりしますが、まずはこの辺かな。これなんだろうって思いますよね。これはですね、なんだっけ、あるサイトでちょっと思い出したら概要欄貼っとこうと思うんですけど、それぞれ洋服が入っていて、これはアンダーウェアで、これトップスって書いてあるんだけど、ちょっと他のものが入っています。で、例えば、そうだな、お洋服はこの今ドレスって書いてあるやつに入れてるんですけど、こんな感じで、2日、3日分かな、お洋服を入れてます。あとバッグもここに入れてます。これでしょ。あとはじゃあこれ出しまして、あ、ちょっと汚いかもで、これはトップスって書いてあるのにはまたね、ちょっとぐちゃぐちゃかもしれないけど、あのいろんな、鏡とかこれね、ストレッチに使うボールとか、あとこんなのも入ってますよ。この辺はもうね、あの出張中、本当移動とか、人と会食したりとかしてずっと座ってると足むくむので、だいたい出張先でもこういうのを使って1日30分ぐらいは、床にバスタオル敷いてストレッチとかほぐしをやってます。あとこれは鏡でしょ。あとこういうふうに買い物した時用のエコバッグも余分にいつも持ってってるので、買い物したらこういうのに入れるでしょ。あとは、レッグウォーマーこれもね、移動中に使えるからね、足元冷えないように、あとお部屋が寒い時とかは、こういうのをしてたりとか、これは、アクセサリー入れにしてるんですけれども、これね、いい香り木の香り、木です。何の木だっけ木です。はい、これですね、これはね、ソックスって書いてあるので、普段は、靴下持ってる時はソックスとか入れるんですけど、何入れてたかな。ここはちょっと家の鍵とか、なんかティッシュとかウェットティッシュとか、詰めてました。こういうものもバラバラ入れるとこう散らかっちゃうから、一回こういうね、ケースに入れて収納するようにしています。これはちょっとアンダーウェアなので、でもね、その中でもちょっと見せれるのだけ見せようかな。これね、昨日買ったんですよ。可愛いんですよ。これ可愛くないですか。全部オーガニックコットンとシルクのこういうなんかホームウェアを、あの京都のレメディーガーデンっていうね、お友達のお店で買ったんですけど、こんなパンツとかあとこれはね、レッグウォーマーと、あとこれはアームウォーマー、こんな感じでこういうね、この季節はまだ使わないですけど、これから秋冬にかけてやっぱりちょっとこう寒くなってきた時に、手首冷えたり足首冷えると一気にそれで冷えちゃうので、足首とか手首冷やさないようにこういうね、レッグウォーマーとか、あと今だったらこのね、マスクも可愛いでしょ。シルクのマスク、これを全部今日はね、パープルで揃えました。はい、こんな感じ。あとはちょっとね、普通にガチ下着なんでこれはちょっと置いておいて、あとは靴とかは、ちょっとこれはみ出ちゃったけど、よくほらブランドのバッグとかを買うともらえる袋あるじゃないですか。そういうのは私は靴入れとかにしちゃいます。こんな感じで、これは昨日履いてた、今朝もまで履いてたかな、ジミーチューのスニーカーとか、今履いてたサンダルはこっちなんだけど、使ってない方をここに入れているっていう感じですね。そしてここにもちょっとエコバッグがあるんだけど、このエコバッグは私のお洗濯物を入れてます。これね、
これ防水だから水着とか入れても大丈夫です。これもう私ね、律儀にもらった袋捨てるのをちょっともったいなくて取っていて、なんかの時にまた使う。でも基本的に私袋は一切もらわないので、家にこういうのほとんど溜まってないんですけど、やっぱどうしてもこうギフトとかでもらった時は捨てずに再利用します。はい、あとは、これはですね私の仕事道具です。三脚です。これなんかコンパクトになるんだけど、でも普段はまあちっちゃくして、そうそうそう、これはね昨日のインスタライブお部屋でしたので使ったりとか、あとは私結構出張先でもオンラインサロンの動画を週2回配信してるので、まあ携帯を三脚に置いて撮影したりして配信を出張先からもしてます。これはまあ充電器とか充電器とかちょっとイヤホンとか、あとはなんか小銭入れとか名刺入れとか、この辺もやっぱコマコマしたものを収納するために、これはロンハーマンのポーチ使ってます。で最後にここには、このバニティは化粧品ですね、入ってます。ここに収まるようにしてます。これはね歯ブラシが入ってるマイ歯ブラシのセットとか、櫛、これはどこだろう、これ無印、あ違う、ジョンマスターかな、うん、とか、もう櫛はね、あのホテルとかに置いてある櫛あるじゃないですか。私はああいう櫛あんま好きじゃなくて、静電気立つから、あの本当にブラシング用の天然のいい櫛をね必ず持ち歩くようにしてます。あとはこれね、ストレートミニアイロンとか、あのこういう前髪直しとかに使ってます。あとは化粧品はこの辺は、最近使い始めた、美容室とかで売ってる化粧品なんですけれども、インプレアですね。このシリーズすごいいいです。なんとパックも持ってきてます。ちょっとイベントとかで出張の時は、イベントの前にこういうパックをしたりとか、まあ、今回は結構人と会う用事が多かったり、オンラインサロンのイベントもやったりしてたので、このね目元パックも持ってきましたよこれ最近の超ヒット、ビューティークリエイターのたかこさんっていう、前にメイクのインスタライブをコラボしたんですけど、たかこさんプロデュースのね、何これすごいプルプルの、セラムパック、これをね目元に貼って寝たりとかっていうのも出張中もやりたくて、ちょっとかさばるんですけど持ってきてます。あとはキャンドルとか、あとはこっちが化粧ポーチですね。まあちょっとこの中はどうだろう、これはブラシのセットとか、まあ化粧品は結構ここにまとめちゃってます。こんな感じです。はい、今日は私のスーツケースの中身を紹介させてもらったんですけど、まあ、私ねこのなんといってもやっぱねリボアが本当に好きで、まあ、他にもいくつか浮気はしたことあるんですけど、もうね結局はリボアに戻ってくるんですよ。でこれはさっきもね紹介したように、あの白で、これハワイってか、あ違う、これ大阪で買ったんだなんか限定色で買ったんですけど、白買うのは初めてで、汚れるからどうかなって思ったんだけど、まあ、実際汚れてもいるんですけど、でもね意外とやっぱ汚れてきてもちょっと味があったりもして、でなんで私がリモア好きかというと、とにかく頑丈なんですよ。でもうローラーがすっごい強いし、あともうなんだろう、このちょっと柔らかい素材が私の中でも好きなんだけど、あの結構パンパンに入れて押しつぶしても絶対壊れないし、バンバン、まあ投げることはないんだけど、投げられても本当に傷つかない、傷つかないというか、なんか割れたりもしないし、たくさん入れてもちゃんとジッパーをギュッてやるとね閉まるんですよ。だから思ったよりも入るのかな。だから私はねリモアを何個持ってるだろう、サイズ違いで5個ぐらい持ってるかな。サイズと色違いで、もうちっちゃいサイズからなんかだん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 って言って一番大きいサイズまで本当に使えて、もう今はまあまあね値段は高いんだけれども、ずっと使えるから
安いやつを買っちゃうとなんか結局 1,2 年で使えなくなって車輪壊れたりしてまた新しいの買い直してってやると、まあお金もかかるし、あのゴミになるでしょ。なんかこのスーツケースをゴミに出すのってすごい、まあゴミに出したり、そうあげたりもするけど、まあ壊れちゃった場合は捨てるしかないから、なんかエコ的にもそれちょっと嫌なんですよ。だから本当ね、長年使えるリモアが本当におすすめです。多分これからも私の出張とか、まあ、旅行には常にあの相棒としてお供させるつもりです。はい、ということで今日はスーツケースの中身紹介したんですけれども、また、今度はバッグの中身とかもちょっとコーナー設けようかなとか、まあ、あんまり荷物ないんで紹介するまでもないんですけど、またいろいろ企画したいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。